平井弘明です。今回はですね、感性を伝えるシリーズ第3弾アプローチですが、前回もアプローチやったんですけども、今回また新たにいろいろご質問とかいただきまして、アプローチの第2弾をやらせていただきます。結構質問で多かったり、あとは僕自身が疑問に思ったことを感性を通じてちょっと今打っていきたいと思いますけども、平井弘明のワンナップゴルフ。まず質問が多いのは、アプローチで何を考えてますかという質問なんですけども、アプローチで何を考えてるかっていうと、どういう球を打つかが9割ですね。とその打ちたい球に対してどう動くかになってくる。で、打ち方が決まってくるんですけども、単純にあの白い30ヤードぐらいの旗、あの旗に対して何もハザードがなくて打つ場合っていうのは、単純に地面から3、4ヤードぐらいの高さでピンの4ヤードぐらい手前に落としてピン付近に止まるっていうようなイメージで打つ。ああいう感じですね。ちょっともう一球打ってみます。ああいう感じの球、あれはもうアプローチでダフルトップするっていうことはありえないので、当たる前提で考えて打ってます。なのでどうすればアプローチをうまく打てるかっていうのは一切考えて打ってないです。フェース面も打ちたい方向、要はターゲットに当たる瞬間に向いてることを前提で打ってますので、フェースを開いたり閉じたりしない限りは。ノーマルのアプローチでしたら、フェース面がターゲット向いてて当たる瞬間もこういう風にピン方向にフェースが向いてればピンの方に勝手に飛んでくイメージですね。なのでその打ち方をどう動くかっていうのは一番最初には考えないです。まずターゲットに対してどういう球を自分が打ったら一番ピンに寄るかっていうことがもう最優先で考えてます。でもやっぱり僕はその中でも考えを捨てきれないというか、絶対入れるのはやっぱりこうやってしまいます。これはめちゃくちゃ大事なので、どんなショットでもヘッドファーストで打つイメージは絶対持ってます。例えばあの白い旗のもう一個先の50ヤードぐらいですかね、50ヤードぐらいの赤旗に打つ時なんかは、今の打った30ヤードよりももちろん距離があるのでスイングの幅とヘッドスピードが速くなります。スピン量も増えるということで、先ほど白旗では4ヤードから5ヤードぐらい手前に落としましたが、3ヤードから2ヤードぐらいピンの手前に落とせばそのピン付近、ターゲット付近に止まるというような感じのショットですね。あんなぴったりな、あんな感じですね。体を動かすとかクラブを動かすとかももちろん考えなきゃいけないんですけども、打てる前提になったら打つ球をどういうイメージで飛ばすかということをまず最優先として考えていただいた方がいいですかね。あとはノーマルの構えをしてこういうふうに低い球で打つ時と、ノーマルの構えをしてちょっとふわっという柔らかい高い球を打つ時の差ですけども、まあ、ポイントとしては僕の場合は1球目みたいな低い球打つ時はコックでバックスイングを上げて、コックしたまんま今度はここから形を変えないで体の回転でコックをほどかずにフォロースルーの体の回転、こういう感じですね。そうすると球は自然と低くなります。58度で僕打ってますけども、58度で構えて打つときには54度ぐらいで当てるイメージ、そうすると球は低くなります。ただこういう打ち方をしてリスクを背負うんであれば、52度とか54度を最初から使って打った方が優しいという方もいらっしゃいますので、それは打ってみてイメージが合う方の方がいいと思います。で、今度はあの白旗に対してふわっというスピンの効いた球なんかは、今度はなるべくコックをしないでロフトを変えないでそのまんまのロフトでフォロースルーも出してあげるイメージ。もちろん全体的なスピードはゆっくりになります。ここでですね、グリップの強さを一つ紹介したいと思うんですが、グリップが弱くなればなるほどクラブって
こうやって動く感じなんです。で強く握るともちろんクラブって体が動いた分しか動かないですね。でアプローチに関して、まあ、パターもそうなんですけども、アプローチグリーン周りでグリップを緩く握ったら球はクラブが走るので強く出ます。でグリーン周りで球を遅く飛ばしたい、ゆっくり飛ばしたいなという時はグリップを強めに握ってあげるとクラブが必要以上に動きません。なので球質っていうのは少しゆっくりふわっとスピンの効いたような球が出やすくなります。ちょっとこう足を使いたいな、こう初速を使ってこうパンと、例えば2段グリーンの上とかにピンが切ってあった時に球質を強くしたいな、初速上げたいなっていう時なんかはパチンとグリップを緩くしてあげて打ってあげるとピュッという球が出ます。逆にグリーン周りでああいう球が嫌だな、打ちたくないなという時なんかはある程度グリップを強く握ってあげてクラブを動かさないで多少の体の回転で打ってあげると球っていうのは今みたいにゆっくり飛びますので、まあ、安全な球が出やすいですかね。もちろんそれに対して体が浮いたりとかですね、体重移動しすぎたりしたらもちろんミスは出ます。うまく動けている前提で話しています。なのでクラブだけの動きですよね。グリップを強く握るとクラブが動かないので遅い球が出ます。グリップが緩いとクラブが動くので球が強くなります。これちょっと実際練習場でやってみると面白いかもしれませんね。あとはですね、グリーン周りでクラブを短く持つ方が結構いらっしゃると思うんですが、クラブも振り子の動きと一緒なので短く持ったらテンポを速くしないと当たりづらくなります。なのでその辺は短く持つ方注意していただきたいんですけども、グリップエンドいっぱいにクラブを持つ方なんかは普通の打ちたいご自身のスピードで打っていただいて結構ですが、例えばそのスピードのまま短く持って打ったらそらトップしますね。テンポが速くないと短くなった分対応できないんです。なので短く持ったら振り子がちっちゃく速くなりますので、それに合わせて自分が動いてあげないと当たらないです。なので短く持ったら短く持った分ちっちゃく速く動いてあげる意識というのが、めちゃくちゃ大事になります。あとですね、短く持った時の注意点もう一つありまして、ヘッドバランスというのが5ミリとか短く持っただけでも結構軽く感じますので、例えばグリップの銘柄がこう隠れるぐらい短く持つ方なんかは相当クラブのヘッドバランス軽くなりますので、その辺も注意して意識をしていただいた方がいいです。本当にクラブって微妙なところで重さが変わったりとか、しなり方が変わったりってすごくします。やっぱり意識してやってあげるっていうことが大事になってくると思うんです。例えばグリーン周り行ったから短く持つではなくて、短く持つ状況でしたら短く持った方がいいです。ただ短く持たなくても打てる状況でしたら普段から慣れている長さで持った方がアプローチなんかは僕は優しいんじゃないかなと思いますので、決め打ちするっていうことですよね。ちゃんと自分でこうやったらこういう対処をしてあげることっていうのを決めて打つことがめちゃくちゃ大事ですので、全ショットいろいろ動画の中でも話してますが、言われたからやるんではなく自分でちゃんと意味を理解してやっていただいた方がいいです。そこは全ショットに共通してます。パターもドライバーもアプローチも全て言われたからやるんではなく、ちゃんと意味を自分で知ってそれに取り組むということが大事です。あとは低空ロブ、ベースを開いて低く打つ激スピンでございます。この間も言いましたけども、木の玉スピンまたやりますので、ああいう風にちょっとフェースをめちゃくちゃ開いて、もうフェースに乗せるだけ乗せてスピンをかける、ちょっと薄めに当たってトップしましたけども、スピンはやっぱ魅力ですよね。実際コースにやっぱ行ってやりたいんです。でもなかなかちょっとチャンスがなくて行けてないんですけども、今後また撮っていきますので、そちらも楽しみに
してていただきたいと思います。アプローチについていろいろ説明していきましたが、他にもですね、何かこういうショットの細かいところを聞きたいというのがあればですね、コメント欄に言っていただきたいと思います。では今回の方以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。ヘッドファースト、ヘッドファーストは意識してる。してるんだ、うん、ずっとしてるからしなくてもできてそうだけど、 してるしてんの、うん、あのね、俺どっちかというと俺ほんとね、溜まる方なんだよ。溜まっちゃうの。そう、だから溜まらないようにこういう感じは意識して、もうすぐリリースする。ほどいてあげる。じゃないと当たんないんだよね。多分ほとんどの人がこうやって打つイメージとして、こうやって。だけど俺はこうやって打つ逆。そう、リリースして打ってあげる。だから俺もこっちになってた方が気持ちいい。あ、うん。